Clear English writes about gray aliens as follows. Gray aliens, also referred to as alien grays, Roswell grays, and simply grays, are alleged extraterrestrial beings whose existence is discussed in ufological, paranormal, and new age communities and who are named for their unique skin color. 43% of all reported alien encounters in the United States describe gray aliens. Such claims vary in every respect, including the nature, origins, for example, extraterrestrials, extra-dimensionals, time travelers or machines, moral dispositions, intentions, and physical appearances of the encountered beings, though many of them nonetheless share some noticeable similarities. A composite description derived from this overlap would have grays as small-bodied beings with smooth gray-colored skin, enlarged hairless heads, and large black eyes. グレイ、あるいはグレイエイリアンといっても、いろいろなタイプのグレイがいるようです。まあ、その中でも、この今ご覧いただいている動画は、信憑性の高い動画ということになります。今日はこの動画の中に出ているグレイがどこから来たかについて考えてみたいと思います。で、私はこのグレイの目の周辺の暗さに着目してみました。目の周辺が異様に暗い、あるいは黒くなっているのがわかります。広し林ハーママシティジャパン。目の周辺が暗い、あるいは黒いのはですね、どうも光の光線の加減だけではないようです。今皆さんにご覧いただいているのはですね、ダヴィンチなる画家が描いたとされる絵画の中の人物です。これらの人物の顔、特に目の周辺に注意してください。必要以上にと言いますか、光の光線の加減だけでは説明できないほど目の周辺が暗い、あるいは黒くなっているのがわかります。その暗さ、黒さに注意してください。どうしてこのように目の周辺が黒いかということですけども、私の顔に着色してみました。まあ、普通このように見えるわけですけども、黒くしますとこのようになります。つまりこのように黒くなっているということです。で、もう一度グレーの、まあ、動画と見比べてみてください。左がダ・ヴィンチの絵の中に表現されている目の周辺です。そして右が KGB から漏れ出た、まあ、動画と言われていますけども、信憑性の高いグレーの動画です。で、光の加減だけではなくて目の周辺が黒くなっているのがわかります。左のダ・ヴィンチの絵についても同じことが言えます。一見光の加減によって目の周辺が暗くなっているように見えますが、どうもそれだけではないようですね。で、左の、まあ、ダ・ヴィンチの描いた絵と、そして右のグレーの目の周辺を比較してみてください。なぜか、なぜかということになります。ここが今日のポイントですから、もう一度皆さん自身の目でしっかりと確認してください。右の方は着色していません。オリジナルの写真のままです。で、ダ・ヴィンチといえば火星人ということになります。ダ・ヴィンチと火星人は
深く結びついていました。それについての動画は別のところで証明しましたので、ここではその先へもう一歩話を進めてみたいと思います。今右側にご覧いただいているのはですね、ダヴィンチなる画家が描いたスケッチ画と言われていますけども、このスケッチ側の向かって右にいるのが縦長超等人間、つまりイギギ火星人ということになります。そしてその左ににんまりと笑っているのが今から2000年前のイエスの実像ということになります。目の周辺が一様に暗い黒い点に注意してください。向かって一番右側のイギギ火星人の目の周辺もなんとなく暗い感じに表現されているのがわかりますが、なんといっても長い指がその特徴ということになります。つまりダヴィンチと火星人、そしてグレイがこのような形でつながっていきます。ダヴィンチとダヴィンチの描いた絵ですね、目の周辺が暗い黒いです。そしてグレーも目の周辺が黒いです。そして一番右が火星人マーシャンですね。となりますと中央のグレーも火星からやってきた人たちということになるのではないでしょうか。これがこの部分までの動画の結論ということになります。右側にいるのがイギギ火星から来た火星人ということになります。そして向かって左側にいるのがイエスキリストということになります。でこの火星人の顎の下を見ていただきたいんですけども、どうも生命維持装置のようなものをつけているということですね。そして異様に指が長いということです。左側のイエスと私が判断している人物も何かしら生命維持装置のようなものを首の下につけている感じがします。ともかくもこのような形でイギギつまり火星人とイエスつまり1500年後のダヴィンチイエスということになりますけども、まあ仲が良かったということになるわけですね。その関係を示すのがこの一枚の絵ということになります。今ご覧いただいているのはですね、生命維持装置のようなものということになります。そして向かって右側の人物がですね、縦長超等人間つまりパラカス周辺で見つかっている縦長超等人間の頭蓋骨と骨格が一致している点にも注意してください。縦長超等人間は火星から来た人物と判断しています。ナスカのグランドクロスの縦線は正確にエリア51を示しています。エリア51です。11種ゲマトリアでは火星という意味になります。と同時にあの名画モナリザの背景には51つまり51つまり11種ゲマトリアによる火星という文字が隠し込まれていました。以上のことをつなぎ合わせて考えますと、ダヴィンチと火星人の関係は疑いようがないということになります。でもう一度結論を確認しておきます。レオナルド・ダヴィンチの描いた絵の中の人物はですね、目の周辺が黒い暗い人物が多いということです。そして右がグレーです。やはり目の周辺が黒い暗いということになります。こうして一致しています。そしてそのダヴィンチなる人物はですね、火星人と深い信仰で結ばれていたということになります。その証拠がこの絵画ということになります。こうして中央のイギギを中心として、そして目の黒さで左のダヴィンチの絵とつながり、そして右の火星人の、頭蓋骨とつながっていきます。こうして火星人火星人そしてダヴィンチとつながり、なぜではそのダヴィンチの描いた絵の人物がですね、目が黒い暗いかという理由もこれで説明できるということになるのではないでしょうか。つまりグレーはこう言いました。私はグレーです。私は火星から来ましたよと。だから地球に現れるグレーは地球の環境の中でも生活できるということにも
なるのではないでしょうか。最後に一言、左の絵画に表現された人物たちは1500年後のイエスが表現した、つまりはモディファイドハイブリッドヒューマノイドであったということになります。あるいはそのヒューマノイドを比喩的に表現したものであるということになります。そして中央のグレーは火星人との間に作られたいわゆるまあヒューマノイドということになるのではないでしょうか。目の黒さ、暗さという点で一致しています。そして一番向かって右側にいるのがイギギ、つまり火星人ということになり、その火星人とダヴィンチは仲が良かったということになります。右のですね、その絵がそれを証明しています。Former Area 51 scientist Boyd Bushman claimed that aliens and UFOs do exist. Before Bushman died in 2014, he spoke with Mark Q and made his deathbed confession about aliens and UFOs he witnessed at Area 51.51エリア51の前科学者であるボイド・ブシュマンは死ぬ男の告白で UFO 並びにエイリアンは存在すると証言しています。広し林浜祭りジャパン。まず皆さんにご覧いただきたいのがこの動画です。この動画はロシアの KGB から漏れ出たものと言われていますが、真偽のほどは分かりませんが、それは重要な問題ではありません。この動画を見てこれが本物か偽物かということです。現代技術を使って合成された写真と判断すればそれまでですが、その判断をなさるのは皆さん自身かと思います。
今手が出てきましたが、手の動きも自然です。そして私はこのエイリアンと思われる人物の手に注目してみました。まあ、このような華奢な体つきをしているわけです。そして顔の筋肉一つ一つが大変自然な動きをしているのがわかります。皆さん自身で確認してください。ここが今日の最大のポイントということになります。つまりこの動画は本物か偽物か、つまりインチキかということです。で、この動画をもとに今日は話を進めてみたいと思います。ボイド・ブッシュマンの証言は本物なのか、それともボイド・ブッシュマンの作り話なのか、この動画が一つの決め手となります。しっかりと確認してください。繰り返しますが、私林浩司はこの動画は本物であると判断しました。で、もう一度ボイド・ブッシュマン氏の動画を見ていただきたいと思います。この動画は昨日編集しアップロードしたものです。2018年12月27日です。で、ボイド・ブッシュマンはこの中でですね、エイリアンの手なるものを紹介しています。その一部を皆さんに確認していただきたいと思います。ここですね、これがエイリアンの手だとボイド・ブッシュマン氏は証言しています。ボイド・ブッシュマン氏自身がこの写真を撮影したと証言しています。で、この手が、まあ、本物なのか偽物なのかということになるわけですけども、この手と同じものがですね、先ほどお見せしました KGB からリークアウトした写真の、まあ、動画のですね、エイリアンの手と一致しています。これがボイド・ブッシュマンが示したエイリアンなる人物のですね、手ということになります。で、比較してみますが、まずこの手をしっかりと確認してください。指が普通でないほどに長いということですね。左が私の手です。右がボイド・ブッシュマンが示した写真です。指の長さが、まあ、ボイド・ブッシュマン氏によればですね、人間のそれよりも 30% ほど長いということです。そして先ほどの KGB からリークアウトした動画ですけども、この中に右のエイリアンと思われる人物の手が出てきます。注意深くご覧ください。ここですね。で、この手とボイド・ブッシュマン氏が示したエイリアンの写真の中に写っている手が一致していると私林浩司は判断しました。ストップモーションかけてみますから注意深くご覧ください。ここですね。ここでストップモーションかけてみました。で、この手をですね、拡大し180度回転してみます。180度回転しました。で、この手と中央の手を比較してみてください。私は同じと判断しました。いかがですか。となるとボイド・ブッシュマンのこの写真も KGB の動画も両方とも本物か偽物かという択一問題ということになります。つまりどちらも本物であるか、どちらも偽物であるかということになるわけです。しかしこの両者の間には接点がありませんので、つまりこの両者は本物であると私は判断しました。つまりボイド・ブッシュマン氏の証言は真実であると判断
して良いのではないでしょうか。つまりボイド・ブッシュマンは真実の告白者ということになりますが、となるとボイド・ブッシュマン氏が示した一連の写真はですね、まあ皆本物である、つまり信憑性がぐんと高まるということですね。つまり真実であると判断して良いということになります。もう一度皆さんに確認しておいていただきたいと思います。左が私の手、右がボイド・ブッシュマン氏が撮った写真です。そして KGB から漏れ出たと言われている動画の中に映っているエイリアンらしき人物の手です。でこの3者をですね、比較してみるとですね、右2者は明らかに人間の手ではないということになります。同時に右2者はですね、2つはですね、つまり信憑性の高いエイリアンの手ということになります。となるとボイド・ブッシュマン氏が動画の中で示している写真は本物であると判断して良いのではないでしょうか、という前提でボイド・ブッシュマン氏がですね、動画の中で示している写真をここで検証してみたいと思います。でボイド・ブッシュマン氏が撮影したとされる写真ですけども、この写真の中には UFO らしきものが写っています。この写真も UFO のものということになります。でボイド・ブッシュマン氏のこうした一連の写真ですよね、について否定主義者の方たちはフェイクであると、そのように主張しています。がここで大変気になる写真が出てきます。左上のこの UFO です。ボイド・ブッシュマン氏がエリア51で撮影したと言われています。でそれと同じものがですね、このようにリークアウトしているわけですけども、この写真は偽物であると一般には言われていますが、ボイド・ブッシュマン氏の証言と言いますか、写真を重ね合わせてみると信憑性がぐんと高くなるということです。もう一度比較してみてください。ボイド・ブッシュマン氏の持っている写真の方は、まあ、台紙の方がですね、ややたわみがあるという点も考慮に入れてください。つまりこの両者は両方とも本物なのか、両方とも偽物なのかということになりますが、私は両方とも本物であると判断しました。その証拠の一つが次の動画ということになります。まずそれをご覧になってください。Hey YouTube, it's Rick from Look Now TV. Check out this awesome UFO video. I was on an American Airlines flight from San Jose, California to Houston, Texas on October 30th, 2015 when I noticed a blinding bright light in the desert near Luning and Gabbs, Nevada. I watched the object as the plane advanced. I saw a large silver disc that appeared to be in the middle of the desert. The disc was shooting orb-like lights into the air. The disc itself had multiple lights that were blinding to the eyes.I pulled out my phone and I took pictures until my phone died. I had a full battery, but was only able to get 6 pictures before my phone was depleted. The captain never said a word and the plane advanced until the object was behind the mountain range. No other passengers seemed to notice the disc or comment on it. Initially, I thought it was a satellite, but now leave it up to your interpretation. What do you guys think this is?上がある若い男性が飛行機の中から偶然
写真に撮った謎の物体です。で、明るくしてみますと楕円形の形が浮かび上がってきます。赤い線でそれをなぞってみました。で、この物体は何かということなんですけども、実はこの物体はですね、先ほどお見せしましたエリア51で撮られた UFO なる、まあ、物体ですよね。一般には偽物と言われていますけども、奇妙な点で一致しています。この黄色い線に注意してください。ちょうどこの黄色い線のところにですね、スポークのように中心部から外縁部に向かって分かれているように見えます。その分かれ方の数がですね、正確には分かりませんが、ほぼ同じと私は判断しました。つまり下の物体がですね、エリア51の上を飛んでいて、それを、まあ、飛行機から見た人がいて、それを写真に収めたということではないでしょうか。つまりこれがその証拠、イコール下の物体はこれはいたずらではなくて本物であるということになるのではないでしょうか。話をつなげます。他にもブシマン氏はこんな写真も紹介しています。まあ、従来の UFO ということになるわけですけども、そして先ほど紹介しましたエイリアンの手ですね、指が長い、この手が本物であるということになれば、一連の写真も皆本物であるということになります。で、エイリアンの死体って言いますかね、の写真もブシマン氏は公開しています。グレーとブシマン氏は言っていますけども、グレーにもいろいろなタイプのグレーがいるようです。で、その一方でこんな写真もやはりリークアウトしてますけども、この写真については一般には偽物である、作り物であると判断されていますが、これも本物ということになるのではないでしょうか。 Bye for now。Thank you.